はい、本日見に来ましたのはこれです。車が捨ててある廃車体ですね。今はね、車を処分するのにね、いろいろと規制があるんですけど、昔そんなもんなかったんで、ほんとね、適当に車が捨ててあったもんですよ。で、まあね、要塞跡とか行きますと、こうね、土に帰ろうとしている車のまあ残骸というかあったりとか、要塞のあの壕の中に車が置いてあったりとかするもんです。まあね、そういうところってね、結局車がどこから来たかみたいなのも分かるんですけど、この廃車体、こうね、周りを見回しましても、車を持ち込むような道がないという。しかもこの車の前の方崖になってますから、まあ無理かな。まあね、考えられることとしては、UFO が上から落とした UFO でも、宇宙人どれだけ暇なんだよみたいな。まあね、他にやることないのか、宇宙人よお前ねえ、わざわざ遠くから来ていきなりね、見ず知らずのよくわかんない姉ちゃんをレイプしたりとか、血を解剖して遊んだりとか、ほんと暇人だよなあいつらみたいなこと思いますわ。で、まあそれは置いといてですね、まあね、もしくはこれはね、こう古代の昔から土の中に埋もれていたものが、こうやって少しずつですね、土が削られてで露出してきた、実はこれはオーパーツなのかもしれない。可能性はありますけど、まあないでしょう、それは。まあどうやってかねえ、これ持ち込んだんでしょうけど、この場所にどうやって持ち込んだんだろうなぁとは思います。不思議なものです、ある意味オーパーツかな。ではまあこんなところね、長々と言っても仕方がないんで帰ろうと思います。では皆様、さようなら。ご視聴ありがとうございました。なんだこの動画はみたいな感じですけど、はい。